山口駅は愛知県瀬戸市田中町にある愛知環状鉄道線の駅である。駅番号は19。豊田市方面へ直通で行けるため、近年は豊田関連の従業員の利用客が増加傾向にある。また、駅周辺も宅地開発が行われ、人口も増えている。東方の会場の森から望む山口駅公開機であり、相対式ホーム2面2線を持つ。 高架のホームの下に改札口が開設されている。有人駅であるが駅員は日中に配置されるのみであり、その他の時間帯は無人駅となっている。また、自動券売機が導入されている。瀬戸市の統計によると、当駅の1日平均乗車人員は以下の通り推移している。駅周辺は住宅地である。駅前を発着するバス路線には瀬戸市、 コミュニティバスと瀬戸万博記念公園愛、パーク業シャトルバスがある。AB、愛知環状鉄道の30年40ページ、愛知環状鉄道、2019年 ABC、愛知環状鉄道の30年年表、愛知環状鉄道株式会社、2019年、とか乗車券のサービス開始日について、愛知環状鉄道、オリジナルの2019年6月2日、 時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20190602072328/.http://www.aikanrailway.co.jp/.pdx/.prees/.reelease30128 PDF2020 年11月8日閲覧。愛知環状鉄道の30年61ページ。愛知環状鉄道。2019年。ありがとうございます。